フェルナンド七世、フェルナンド七世、1784年10月14日から1833年9月29日は、スペイン国王在位1808年1813年から1833年である。スペイン国王カルロス四世と先きマリーアルイーサデパルマの長男として、マドリード近くのエルエスコリアルの広大な宮殿で生まれた。 フェルナンドが生きた、時代、フランスではフランス革命が勃発、それによるフランス革命戦争、続くナポレオン戦争は全ヨーロッパを巨大な動乱へ巻き込むこととなった。戦乱は体制の腐敗と老朽化が進んでいたスペインに大きな悲劇をもたらし、久しく国際舞台から外れていたスペインをヨーロッパで最大の関心事とすることになる。少年から 青年時代にかけては、多い継承者とはいえ、両親と両親のお気に入り、マヌエル・デ・ゴドイ、母の愛人からのけものにされているという辛い立場に追いやられ、彼らに恨みを抱きつつ、自重していた。この間にも弱体化した政府に対する全国の不満は高まり、1805年には大規模な暴動が起きている。正常不安が続く1807年10月、フェルナンドは、 エスコリアル陰謀事件の共犯として逮捕された。この陰謀は、政府内のリベラルな改革派が、フランス皇帝、ナポレオンの助けを得てカルロス4セイラを追放、フェルナンドを信号につけようとしたものである。改革派の希望の星という立場であったにもかかわらず、フェルナンドは、陰謀が発覚すると彼らをさっさと裏切り、両親の指示に従った。 父カルロス四世が1808年3月にアランフェスの民衆の暴動で退位を余儀なくされるとフェルナンドがスペインをフェルナンド七世として即位した。フェルナンドはフランスの自身への助力を期待していたがナポレオンの考えは自身によるスペイン支配へと変わっており結局フェルナンドも退位を強要されることになる。その後スペイン本土は ナポレオン支配に反発する民衆の組織したゲリラと、それを支援するイギリス軍と、フランス軍との間で7年近くもの、間スペイン独立戦争の舞台となるが、フェルナンドは、無意無策のままフランスのバランス宮殿に囚われていた。1814年3月、ナポレオンの敗北が、決定的となり、フェルナンドも解放された。それを知った、連合軍はフェルナンドをマドリードに帰還させた。 解放を非難するスペイン人は初めてフェルナンドを歓迎することでナポレオンによる占領と戦争に対してフランス B 期アフランチェスドスであることを明らかにした。フェルナンドは時期にスペイン国民が自分の名において退仏戦争を戦い自分の名においてフンタがラテンアメリカを統治してきたとは言え、スペインが外国の侵略と国内の革命で誕生した。 新しい国家となっていることを知った。憲法に基づいた開放的な政治が要求され、絶対君主制は過去のものとなりつつあったのである。だが王に返り咲いたフェルナンドは、当初は1812年に制定された憲法に基づいて統治を行うとした解放政策を保障したが、教会の後押しを受けた保守派に煽られて、福井数週間後の5月4日には憲法を拒否し、5月10日、 解放派の指導者を逮捕し、現行の憲法について、自分の不在中に、同意なしに、コルテスが制定したものであるとして、これを無効とした。従って王権は、王個人にのみ帰属するとしたボルボン朝の政策に、回帰したことになる。一方、スペイン本国の虐待化により、南米各地のスペイン植民地では独立戦争が、相次いで勃発した。 初期には、共和派の多くで、派閥構想が絶えず、王道派が多くの地域で優勢であった。しかし、シモンボリーバルラ卓越した指導者に恵まれた、共和派が徐々に勢力を盛り返し、1817年頃には、スペインが植民地のほとんどを喪失することは確実になっていた。マニラガレ温泉に代表される、植民地間をつなぐ長大な航路網とそれがもたらす。 膨大な税収は途絶え、国家財政は破綻するしかなかった。フェルナンドはスペインを強引に古来よりの君主制に回帰させたが、政治的に無能であった。彼は、実際の政治をごく少数の取り巻きに任せきりにした。彼らの言うままにフェルナンドは、数ヶ月ごとに気まぐれに容赦なく、次々と閣僚を交代させた。列強はフェルナンドを、スペインの正当な統治者として認定していたが、 彼の惨憺たる統治にうんざりしながら警戒の目で動きを見守っていた。厳しくなる一方の内外情勢にフェルナンドも混乱し、疲弊していたようで1814年12月1日にカラデヤ教フリードリッヒ・フンゲンツに自分が最初の閣僚の一員になり、連中を逮捕し、残虐な敵に引き渡すと書き送り、再び1815年1月14日に国王には、 国家の警察長官と監守にしかなれない非常に堕落した自分があると書いている。スペインの金曜儲け師団団長であり、この資格で半島戦争に、こうのあった初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーをプロテスタントで最初の団員にした。1820年1月1日、ラファエル・デル・リエゴ・イヌ・ニエス大佐が南米の独立戦争を鎮圧すべく、 セビリア県のカベーセスでサンフアンに集結していた部隊を率いて反乱を起こし、それはやがて1812年憲法復活を要求する巨大な暴動となりフェルナンドはすぐに捕らえられた。彼はひとたまりもなくかつて両親に言ったように反乱軍にひざまずいてみせた。だが、あくまで権力の座にしがみつこうとしたフェルナンドは裏でイエズス会に協力を要請。 1822年にイエズス会派25人がマドリードで殺害されているようにイエズス会は解放の時代に王党派の抑圧と先制政治を支持し解放派と激しい戦いを演じた19世紀のスペインにとってイエズス会の追放と再建は解放と先制政治のせめぎ合いの連続であったこの混乱の際1810年以来独立運動で揺れていた 植民地ヌエヴァ・エスパーニャ、メキシコでは独立に強固に反対していた王党派がフェルナンド七世を支持し、リエゴ大サラ革命派を攻撃した。これにより、地元住民はスペイン本国から心が離れてしまい、メキシコ独立を加速することとなった。1823年初頭にベローナ会議の結論として、フランスがアンリ四世の家系にスペイン王位を引き継がせ、 ヨーロッパとその素晴らしい王国を保護するために、聖類の神の加護を求めて、スペインにこうすると、5月に革命派はフェルナンドをカディスに連行した。遊兵中のフェルナンドは憲法の復活を約束したが、それも釈放されるまでの話だった。介入のため侵攻してきたアングレームを率いるフランス軍は、トロカデロの戦いで革命派の軍を破り、ついで、 カディスを占領して、フェルナンドを釈放した。権力の座に戻るやフェルナンドは、恩赦の誓いを、いち早く保護にして、早速報復に取り掛かった。ディエゴイヌ・ニエスタイサラ革命派の主だった者は、処刑され、恐怖政治は三年間続いた。その残虐さは、応答派すら愛想をつかすほど凄まじいものだったという。晩年には、フェルナンドの体力は衰えた。 もはや気まぐれに閣僚を入れ替えることすらせず、何人かの側近に国政を完全に委ねた。日常の習慣は自分のことを話すことであった。フェルナンドは怠惰になり、太りすぎて見るも無残な姿になった。1829年に両シチリア王国の王女、マリア・クリスティーナと4度目の結婚を行った。この時点で、フェルナンドには子供がおらず、弟カルロスが、 王位継承者となっていた。当然ながら、マリア・クリスティーナは和がこの即位を望んだが、彼女の気がかりは、スペイン・ブルボン朝成立以来、王位継承法となっていた、サリカ法により、女性の王位継承は否定されていたことである。自分が、娘しか産まなかった時にも、王位の保障が得られるよう、彼女はフェルナンドに、従来の王位継承法を改変するようそそのかした。 結局この結婚では二人の娘しか生まれず、マリア・クリスティーナの配慮が実って、長女イザベルが王位を継承することになるが、恣意的な継承順序の変更に対して、教会や貴族を中心とした保守派がルロスの即位を主張、やがてこの対立は内戦に発展する。衰弱しきっていたフェルナンドは、体調が良い時でも妻の支配を受けなければ、執務は不可能であった。 体調を崩すたびに、カルリスタによる嘘ではないかと恐怖したという。人生の最後の時期にあって下した決定が彼の意志によるものなのか、もはやはっきりしない。妻は、夫の死の床では、実質的な女王であり、自分の言いたいことをしに行く男に言わせ、自分の意志でしに行く男の手を動かすことができた。1833年9月29日、フェルナンド・ナナセイボーツ 四十八歳であった。国王は王になり神と繋がるためには、閣僚より賢くなければならないとは、狂信的な王党派が頻繁に口にしたことであった。フェルナンド七世の時代以降、王権神授説を象徴する、この意見を変える見る者はいなくなった。フェルナンド七世はこの波乱に満ちた千八百二十年から千八百二十三年まで、日記をつけることを欠かさなかった。 あとに、カサバレンシア伯爵が出版することになる。フェルナンド七世は四回結婚した。1802年、ナポリイコール、シチリア王フェルディナンド四世、三世、あとの両シチリア王フェルディナンド一世の王女でいとこに、アタルマリーアントニエッタ、1784年から1806年と結婚した。子供は生まれなかった。1816年、 ポルトガル王女ン6世の王女で名にあたる、フェルナンドの姉、カルロッタ・ホアキナの娘、マリア・イサベル、1797年から1818 18年と結婚した。二人の間に唯一生まれた娘は、4ヶ月で、他界した。1819年、ザクセン王子・マクシミリアンの娘マリア・ホセイファ、1803年から1829年と結婚した。 子供は生まれなかった。最後に1829年、自身の別の命で、最初の日の命でもある、両シチリア王フランチェスコ一世と、王妃マリーアイザベッラの王女マリア・クリスティーナ、1806年から1878年と結婚した。マリーアは娘を二人産んだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。